これが杉の木ですね。はいはいはい、この杉の木の根元あたりにね、この杉葉っていうのは落ちてるんでね、これを回収していきます。はい、これが火種になりますね、燃やすときどで。はい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 、はい、だいぶ集まりました。はい、まだ落ちてますけど、まあこれぐらいあればいいでしょう。はい、家の裏がね、まあ野暮になってて、木がいっぱいあるんでね、私が夏の時にこう切り落としてたんですよね、木を。これがもうなかなか水分が抜けてね、焚き火として使えるようになるんで、木を切っていきましょう。はい、まあこういうところに、これ切ってみようか。このうち切れるんでね、これは残るでね、無事切断できました。はい、はい、で木を細かく切ったやつがこちらになりますね。はい、こういうのをここに入れたりして火をねつけていきます。実際に火をつけていきましょう。はい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 、あ、うまくついたと思います。はいはい、私の、ね、もうずっとやってるんでね、覚えてきました。はいはい、はい、無事ついてくれそうですね。はい、はい、火はつきました。はいはいはい、お湯を沸かしてね、茶碗蒸し食べていきたいと思います。はい、今回木を多めに入れたんですけど、これはね、このメスティンのお湯を沸かすには炭火よりも直火の方がね、木の炎症の直火の方が手っ取り早いんで、ちょっと枝を多めに入れてます。炭は少なめです。はいはいはい、めっちゃ沸騰してますね。さすが直火の力です。はい、茶碗蒸しももう温まってきたのではないでしょうか。ちょっと食べてみます。はい、中心はねまだ冷たいと思うんですけど、うん、まだ冷たい。はい、枝は完全になくなりましたね。今炭だけですね。はい、でも沸騰は維持できてますね。結構時間経ったんですけど、やっぱねこう全体が使ってないんでね、すべてが茶碗蒸し温まるのに時間かかるみたいですね。ちょっと確かめてみます。うん、まだぬるいですね。熱々じゃないですね。今熱々になりました。20分ぐらいかかったっすかね。2、30分かかりました。はい、長かったっすね。熱々です。うん、おいしい。非常に熱々で美味しいです。銀杏ですね。はい、うん、おいしい。うん、うまい。メスティンはお水を張り直しました。はい、お湯割りにして焼酎を飲んでいきたいと思います。はい、完食しました。非常に美味しかったですね。はい、まあ火は弱いままなんで、炭なんでね、まだ全然沸かないです。枝使えば早く沸くんですけどね、まあ使い分けっていうのが大事っていうことです。はい、それだけです、言いたかったのは。はい、終わります。